こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマはビザ e ギフト1万元購入で500円プレゼントのキャンペーンをご紹介となります。撮影は5月1日水曜日であります。まずはじめにビザ e ギフト1万元購入で500円プレゼントの激アツキャンペーンをご紹介いたします。そしてビザ e ギフトについてはお得な購入方法もあります。そしてビザ e ギフトの使い道もご紹介いたします。最後にお得なキャンペーンとなっております。ぜひ最後まで見ていってください。まずはじめに本日の動画でお伝えしたいことは4点となります。1点目です。5月1日セブンイレブンにてスマホプリペイドビザ e ギフト1万円を購入後、キャンペーンサイトから登録すると500円分のビザ e ギフトがもらえるキャンペーンが開始されました。2点目です。なんと購入回数に上限がなく、複数回ビザ e ギフト1万円を購入することで500円かける複数回ゲットができる模様であります。3点目です。さらにセブンイレブンでビザ e ギフトをお得に購入する方法もご紹介いたします。合計還元率なんと 7.5% になっております。購入時に 2.5% 還元と本キャンペーンの 5% 還元となります。最後に4つ目はビザ e ギフトはインターネット専用でオンラインショップで使えます。例えば Amazon や楽天市場でも利用することができるため使い道は抜群であります。さらに〇〇ペイでもクレカ登録ができました。後ほどご紹介いたします。目次1つ目はビザ e ギフト1万円購入で500円プレゼントのキャンペーンとなります。ご覧の画面キャプチャは公式サイトの発表した内容となっております。スマホプリペイドでキャンペーン実施中、もれなくビザ e ギフトご購入ご登録で500円分のビザ e ギフトがもらえるキャンペーンとなっております。1回のご購入につき1万円以上の購入が対象となっております。購入期間は5月1日から5月31日まで、登録期間は6月1日までとなっております。では次にキャンペーンの内容となります。キャンペーン期間中にセブンイレブン各店舗にてスマホプリペイドビザ e ギフトを1万円から10万円分をご購入後、本キャンペーンサイトからご登録いただくと500円分のビザ e ギフトがもらえます。同キャンペーンのプレゼントコードのご利用期限は2024年11月30日23時59分までとなっております。期限を過ぎてしまいますとご利用はいただけませんのでご注意ください。次にキャンペーンの対象期間となります。購入対象期間は5月1日0時0分から2024年5月31日の23時59分までとなります。登録締め切りについては6月1日の23時59分までとなっております。なお2024年6月1日にご購入の商品は対象となりません。次にキャンペーン対象店舗となりますが、セブンイレブンの各店舗で購入が可能となっております。キャンペーンの対象商品についてはスマホプリペイドビザ e ギフトの1万円分から10万円までとなっております。なお500円から9999円のご購入は対象外となりますので、必ず1万円を購入するようにいたしましょう。なお今回キャンペーン対象のビザ e ギフトでありますが、公式サイトではご覧の通り利用方法を6つの手順で説明されております。まず1つ目の手順ですが、上記のリンクをタップいたします。この例ですと、スマホプリペイドビザ e ギフトのご購入はこちらというリンクがありますので、公式サイトからこちらをクリックしてください。そして2つ目は商品種類を選択し、バーコードを表示いたします。3つ目にレジに行きまして、バーコードを提示して支払いを行います。なお私も実際に買ってきましたが、現金あるいは7個で支払うことが可能でありました。次に4つ目ですが、スマホ上でコードを受け取り完了となります。5つ目に本キャンペーンサイトへアクセスいたしまして、最後に6つ目、必要事項を入力してキャンペーン登録完了となっております。なお、今回のキャンペーンの素晴らしいところは、お一人様何度でもご登録いただけますと記載があります。つまり1万円の購入で500円のプレゼントを何度でもいただくことが可能であるということであります。今回のキャンペーンでいただけます500円分につきましては、2024年6月下旬以降に登録いただいているメールアドレス宛に送付されるようであります。目次2つ目はビザ e ギフトお得な購入方法のご紹介となります。ご覧の概要図につきましては、高加減クレカルートとなっております。当チャンネルでは、三井住友カードゴールドナンバーレスや T カードプライムをご紹介しております。これらのクレジットカードから JAL Pay へチャージをし、JAL Pay から Apple Pay を経由してモバイル7個にチャージを行います。
そしてこのモバイルナナコをセブンイレブンに持っていきまして、今回対象のビザ e ギフトを購入いたします。なんとビザ e ギフトは今回で 5% 還元となりますが、クレジットカードチャージルートをたどりますと最大で 7.5% 還元となっております。なお三井住友カードゴールドのナンバー率は 2% 還元で計算しております。 2% の内訳ですが、基本還元 0.5%、 100万円利用特典の 1% とリボワザ 0.5% で合計 2% 還元であります。そして日曜日のチャージに限って T カードプライムでも 1.5% 還元を得ることができます。続いて JAL ペイにつきましては 0.5% 還元、200円ごとに1 JAL マイルゲットすることができます。そしてモバイルナナコにつきましては還元率はありませんので 0% 還元としております。そして今回のキャンペーンではセブンイレブンでビザ e ギフトカードを購入いたしますと 5% 還元、1万円ちょうどの購入で500円分のプレゼントとなっております。そしてこちらのビザ e ギフト券につきましては使えるお店は EC サイトであります。例えばアップルストアやアマゾン、ヤフーショッピングやヨドバシカメラ、楽天市場やメルカリで利用することが可能となっております。そして今回のキャンペーンの素晴らしいところは購入上限がない点であります。例えば1万円のビザ e ギフトカードを複数回に分けて購入することで500円のプレゼントも複数回獲得することができることであります。そしていつもの高還元クレカルートに 5% 分を上乗せすることができる点も非常に嬉しい点となっております。ただ複数回購入する場合はレジに並び直すことや空いている時間帯に選んで複数回購入させてもらう必要がありそうですね。目次3つ目はビザ e ギフトの使い道となります。ご覧の日は当チャンネルが検証いたしましたビザ e ギフトから各バーチャルカードへのチャージやクレカ番号登録の検証結果となっております。なんと PayPay と D 払いとモバイルスイカにつきましてはチャージ・クレカ登録 OK でありました。 PayPay につきましてはクレカ番号登録ができまして5000円までと表示がされました。これはビザ e ギフトカードが 3D セキュアに登録されていなかったためだと思います。なおニュースリリースではビザ e ギフトカードが 3D セキュアに対応という旨発表がされておりますので登録ができるかと思います。私 3D セキュアの登録法が分からず検証しましたので今回は5000円までと表示されておりました。もし 3D セキュア登録の方法ご存知の方いらっしゃいましたらぜひともコメント欄から教えてください。では次に D 払いとなります。 D 払いアプリにビザ e ギフトカードのクレジットカード番号の登録が可能でありました。なお D 払いにつきましては PayPay のように 3D セキュアで月間上限の制限がありませんので非常に使い勝手が良いかと思います。最後にモバイルスイカとなります。こちら実際にチャージすることも可能でありました。ご覧の表の検証結果の通りビザ e ギフトカードにつきましてはどうやらバニラビザギフトと同じようなチャージ結果でありました。なお残念ながら ANA Pay や AU Pay プリペイドカード、 iPhone のウォレットアプリについてはクレカ番号の登録ができませんでした。そして楽天 Pay につきましてもクレジットカードの番号は登録エラーとなってしまいました。ではそれぞれの検証結果につきましてエビデンスをご紹介していきたいと思います。ではまずはじめに ANA Pay へのチャージとなっております。こちらはクレジットカード番号を登録した際にこのように登録失敗のお知らせがメールで届きました。続いて AU Pay プリペイドカードへビザ e ギフトカードのクレジットカード番号も登録してみましたがご覧の通りエラーが発生いたしました。続いて iPhone のウォレットアプリにビザ e ギフトカードのクレジットカード番号も登録してみましたがご覧の通りエラーが発生いたしました。では次に PayPay の検証結果となります。検証結果は成功となっております。 PayPay のアプリの画面キャプチャーとなっております。この通りビザ e ギフトカードのクレジットカード番号を登録することができました。ですが利用可能額については5000円と表示されておりました。この5000円でありますが PayPay の場合は登録するクレジットカードが 3D セキュアに対応していない場合は月間上限が5000円と制限されてしまいます。ですがご覧の右側に表示しております2023年4月5日のニュースリリースでビザ e ギフトにおきましては本人認証サービス 3D セキュアを導入をお知らせしますと発表がされておりました。つまりビザ e ギフトカードのウェブサイトで 3D セキュアの登録ができるかと思うのですが私調べた限りでは分かりませんでした。もしご存知の方いらっしゃいましたらぜひともコメント欄から教えてください。
では次に D 払いとなります。検証結果は成功となっております。ご覧の通り D 払いのアプリに今回の Visa e ギフトカード、クレジットカード番号が登録することができました。では次にモバイル Suica となります。検証結果は成功となっております。実際に私のモバイル Suica の iPhone バージョンにチャージを行ってみました。ご覧の通り1000円のチャージが確認が取れております。では最後に楽天ペイの検証結果となります。残念ながらクレジットカード番号の登録はできませんでした。そして今回の検証結果をまとめますと、ご覧の通り合計還元率 7.5% ルートの誕生となっております。三井住友カード、ゴールドナンバー率から JAL ペイ、そしてモバイル7個、そしてセブンイレブンで今回キャンペーン対象の Visa e ギフトカードとなっております。Visa e ギフトカードにつきましては EC サイトでも利用ができますし、モバイルスイカや PayPay、D 払いでも使用することが可能となっております。そして Visa e ギフトは使い捨てのバーチャルクレジットカードであります。そのためチャージした金額をぴったり消費するためにはモバイルスイカへのチャージが便利かと思います。次に本キャンペーンの注意事項についてもご紹介していきたいと思います。こちらキャンペーンサイトに記載があります利用規約となっております。ではこちらの内容でご紹介したい点だけピックアップさせていただきます。まずは本キャンペーンは個人利用目的で購入されるお客様を対象したキャンペーンであり、ご購入者本人による登録に制限させていただいております。そして主催者が購入状況等から個人利用の範囲を超えると合理的に判断した場合や、転売や業務等でのご利用を目的とした購入とみなし、キャンペーン特典付与の対象外とさせていただく場合もあります。そして今回のキャンペーンの最大の注意事項はご覧の赤字で記載されております。本キャンペーンの安全性を保つため、全てのお客様がご登録を完了する機会を平等に得られるように、キャンペーンご登録時に信頼できる E メールサービスプロバイダーのメールアドレスをご利用いただくことにご同意いただいております。そして注意事項に記載もあります。ワンタイムアドレスや、いわゆる使い捨てのアドレスでのご登録、または当事務局がそれと判断した場合につきましては登録が無効となりますのでご注意ください。そして今回のキャンペーンではセブンイレブンで購入することとなります。レシートが発行されますので、必ずこのレシートは保管するようにしておきましょう。本日の動画の内容は皆様のお役に立ちましたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントもお願いいたします。当チャンネルではポイ活に関する情報や投資に関する情報を発信しております。皆様の応援お待ちしております。目次4つ目はお得なキャンペーンのご紹介となります。本日ご紹介いたしました高還元クレカルーツで利用いたします三井住友カード、ゴールドナンバーレスや T カードプライムにつきまして、大手ポイントサイトから新規に発行いたしますと、ご覧の通りポイントがゲットできちゃいます。三井住友カード、ゴールドナンバーレスについてはハピタスから3500ポイント、公式サイトでも最大9000ポイントのキャンペーン実施中であります。 T カードプライムにつきましてはハピタスとポイントインカムで3000ポイント、公式サイトでも6000ポイントのキャンペーン実施中となっております。なおこれらのキャンペーンにつきましては本動画の概要欄に URL を貼り付けております。なおご覧の表につきましては当チャンネルおすすめのクレカ積み立て即利で利用いたしますクレジットカードは証券会社の一覧となっております。なんと全部申し込みますと214,400ポイントもゲットすることが可能であります。これらのキャンペーンにつきましては全て本動画の概要欄に URL を貼り付けております。気になるものがありましたら概要欄から申し込んでみてください。さらに大手ポイントサイトでは新規に ID を発行し、条件を達成いたしますとポイントがゲットできちゃいます。まずは大手ポイントサイトのハピタスのご紹介となります。5月31日までの新規登録者限定ということで、6月末までに広告利用し500ポイント以上の獲得で最大1200ポイントプレゼントとなっております。新規 ID 作成につきましては、ぜひとも当チャンネルの紹介 URL をご利用ください。こちら本動画の概要欄にも貼り付けております。次に大手ポイントサイトのポイントインカムのご紹介となります。入会ボーナスで1000ポイント、交換ボーナスでも1000ポイントで、合計2000ポイントをゲットすることが可能となります。紹介 URL、紹介コードにつきましては本動画の概要欄に貼り付けております。最後に大手ポイントサイト、モッピーのご紹介となります。お友達への特典ということで、入会後のミッションクリアで2000ポイントゲットすることが可能であります。こちらも紹介 URL、紹介コードにつきましては、本動画の概要欄に貼り付けております。